はい、どうもお疲れ様、音楽ライターのぎちゃんです。やっと忙しい時期もね抜けて、まぁ、ちょっとね一息って感じではあるんですけどね、またすぐ始まるかなとは思うんですけど、まぁ、今回はねちょっといろいろ動画ね撮りたいネタあるんですけど、箸休め企画みたいな感じでね、最近買ったレコードとか CD をね紹介してみようかなと思います。まぁ、なんかねいろいろ届くわけですよ、毎日毎日ね。でもこう聞く時間ないから、聞けずに積み上がってくっていう状態なんでね、せめて紹介して罪滅ぼしじゃないけど、ちょっとしばらく聞かれるまで待っててねみたいな感じなんですけどね。まあレコードもね結構ぼちぼち買ってるんですけど、今回はちょっとね CD だけ紹介してみようかなと思います。でね、最近どんなもん買ってるかっつったら、まあ90年代から2000年代ぐらいのね日本人の作品が多いですね。やっぱね日本人の作品ってね、まだまだサブスクに上がってないのとかも多いし、あとね意外とやっぱ謎の作品多いんですよね。なんかこれよく見るけど誰なんだろうみたいなやつとかで、あとね自分の場合は2000年代ってもうちょっといろいろ仕事絡みでねサンプル版もらったりみたいなのもあったんですけど、なんかその当時はまああんまりこう気にしてなかったものがね今になってみると面白いみたいな感じでもう一回探して買ってるとか、そういう感覚もちょっとありますね。で、まあ、そのね中心となるものは何かって言ったら、この前シティポップのね動画を撮ったと思うんですけど、海外で、なんかそのシティポップを中心に見た日本の音楽みたいなね、そういうのリストというか作ってる人がいるっていうのを紹介したやつなんですけど、なんかあれを見るとわかるんだけど、やっぱね2000年代からん、やっぱね90年代から2000年代あたりって、まあ、本来シティポップなんてジャンルはねない時代なんですけども、そのシティポップのねこのブームを経て、まあ、その感覚だけで90年代2000年代の作品を聞いた時に、なんかこれ面白いよねって感じるものがある。もうそれがねシティポップかどうかどうでもいいんですよ。そうじゃなくて、その感覚を面白がってまた新しくね探していくと、あこんなのあったねっていう発見があるみたいな、そういう感じ。なんか今そういう感じでねいろいろ買ってるんですけども、まあでもねやっぱブックオフとかもね、もうブックオフディグなんていうねのもありましたけど、結構ね、まあ東京はもう結構ないですよね、ものね。まあ地方行ったらまだね全然違うんだろうけど、そういうので、なかなかねちょっとこう自分でねお目当てのものが探しづらくなってきてるなっていう感じもあるので、まああんまりねもうそういうこと気にしないで、こう自分のこう感性の赴くままというかね、そういう感じで、いろいろねちょっとこう見つけたら買ってみるみたいな感じにしてます。でね、高いものは買わない安物買いということで、はいはい。まあ、そんなわけでね、まあ、このくらいあるんですけどね。多分、1ヶ月弱くらいじゃないかなと思うんですけど、まあ、気がついたらね、聞いてねえのこんな溜まってたな、みたいな。まあ、これ以外にもね、もう聞いてちょっと今、手元になくてね、別のところにしまっちゃったやつとかもあるんで、まあ、もっと買ってるよな、っていう感じなんですけどね。まあ、ちょっとね、これどんなもんがあるか見ていきたいなと思うんですけど、例えばね、これとかね、ザ・インディゴっていうグループね。これジャケット神原邦衛さん、なんだっけ、オレンジペコーのね、やつとかも書いてましたよね。まあ、その人のやつなんですけど。インディゴはね、多分デビュー当時の作品とか聞いてるはずなんですけど、ちょっとね、久々になんか聞いてみようかなと思って買いましたね。他にも何枚か買ったと思うんだよな。まあいいや、また出てくるでしょう。あとね、高橋里奈さんね。それからね、鈴木翔子さん。これね、もうリアルタイムで買ってて、もう大愛聴版だったんですけど、当時ね、翔子さんのサインをね、ここに入れてもらったんですよ。だからなんとなくね、サイン入ってない版が欲しいなと思ってね、もう一回買っちゃいました。まあ安かったんでね。で、そのついでにね、何枚か買いまして、木村明子さんってジャズ系の人かな。あと、Perfume とか、加納香織さんとか、買ってるんですけど、なんかこう、ヤフオクとかさ、そういうところで見つけて買うときってさ、なんかこう送料の限界まで、同じ金額で送ってくれる限界まで買ったりしません？安いのまとめて。なんかそういう感じでね、安かったんでね、まとめてポンポンポンと買っちゃったりもしてますね。あとね、住所不定無職とかね。これもね、まとめ買い、何枚かまとめ買いしたんですけど、なんだっけ、今は、マジックドラムズ&ラブっていう名前で、ちょっとメンバーを少し追加して、まあ、音楽性もね、より、こう、ポップな感じになってやってますね。もう今、大ファンでね、
早くね新作出ないかなと思ってるんですけどね、なかなか出ないですね。それからね、安藤優子さんですね、これもだいぶ前 だけど、大人の真面目なカバーシリーズっていういろんなね、あのカバーの曲ばっかり入ってるやつ、これいいですよね。持ってるかと思ったらね、持ってなかったんだよね、これなんで、あの買ってしまいました。それからね、あちあちっていうね、まあなんだろうな、これアニソンを歌ってたグループ人たちかな、確かね双子のグループですよね、この人たちね。まあ持ってなかったんで買ってみました。まああとこの辺はね、あのソウルフラワーユニオンね、持ってたら順番に買っていくって感じで。というかね、安田成美さんね、これはね大名盤なんですよね。これアナログもあるんだけどね、結構いい値段するんですよね。だいたい1万円ぐらいしてるかな今。ちょっと手が出ないんでね、 CD 買いました。まあもともとね音源だけは持ってたんだけど、まああの CD 買っとくかみたいな感じで買いました。それから深い意味はないですが、マッドカプセルマーケットとかね、こういうのも買ってます。それからコンピレーションのシティミュージック東京ってね、あの流線形のクリモンド滝口さんがね、あの選曲してるやつですね。これね仕事であの原稿書いたんで、そしたらあの送ってくれました、ね、クリモンドさんの選曲センスね、俺めっちゃ好きなんですよね。だからちょっとこれね嬉しいですね、うん。それから草地文江さんね、笠原ひろこさんね、この人もアニソンでね結構ブレイクした人ですけども、これってデビューアルバムになるのかな、セカンド、ファーストかセカンドか分かんないけど、結構最初の頃のやつ。あとね、もっくんですね。それから、小原明子さんね、こうかね、小原明子さんね、ちょっと R&B っぽい感じじゃないかなと思ってるんだけど、まだね音聞いてないんでちょっと分かんないです。それからね、何枚か買ったんですけど、ファッジというグループのやつを何枚か買いました。まあこの辺もね2000年代頭ぐらいかな。それからですね、これちょっとこの前取材した関係なんですけど、吉尾 J 真希さんっていう方なんですけどね、これ93年かな、あの日本人なんですけど全部英語でね AOR やってる作品なんですよ。でね、元々はね銀河鉄道っていうグループにいた人で、まあその後ねアメリカに渡ってもう40数年ぐらい行ってるのかな、向こうに。もう完全に向こうでね、向こうの人になってるんですけど、まあその人の、ね、作品ね、まあこれねサブスクにも上がってるんですけど、あの CD 見つけたんでね、あ今だと思って買いました。それからこれね、あんま知らない人多いと思うんですけどね、あのバンブーシゲルっていうグループなんですよ、バンドかな、うん。意外とね、なんだろうな、いろんな音楽性が混ざってて面白いんだけど、まあロックといえばロックなんだけど結構ポップス的な要素も多くて、なんかね謎な感じで面白いんですよね。他にも何枚か持ってるんですけど、ちょっとこの人たちはコンプしようかなと思って見つけたのから順番に買ってます。それからね、中崎秀也さんね、まあ中崎秀也さんはねもう有名な作曲家なんでね、有名な曲いっぱいある方ですけども、ソロも何枚か出ていて、ものによっては今でね値段上がってるのもあるんですよね。これはそんな別に高いもんじゃないですけどね。それから同じくね、まあシンガーソングライターみたいな感じでね、作曲家としても有名な遠藤京子さんね、93年ぐらいかなこれも、うん、そうですね93年の作品。80年代もねあの名盤多いですけどね。それからね、またアニソン絡みでね、金月まみさんですね。金月まみさんはね、あの昔なんだっけな、鈴木翔子さんのね月とスナップショッツっていう曲をカバーしてて、なんでこんな人がやってんだろうと思って買ってみたらねがっかりしたっていう思いもあるんですけど、でも今聞くとね、またちょっとこの辺のあのアニソン出身の方々の作品ってね、ちょっとちょいちょい面白いもあるなと思ってね、あの買ったりしてます。それからね、結城ひとみさんですね。結城ってね、またに、紀元前の木って書くっていう結城って読むんですけど、あの本物のつぶらやファミリーですね、ウルトラマンのあの家系の方です。それからね、
メトロトリップってね、これなんか普通にあのどこでも安くで売ってるんですけど、まあなんとなくね、ちょっとこうジャケットの雰囲気的にも気になってるんで、まあ安いし買っとくかみたいな感じで買いました。あ、それからね、さっきのあのインディゴね、インディゴまた出てきましたね。はい。まあという感じでですね、まあいろいろね、あの買ってみたんですけどもね、まあ当たりもあればハズレもあるでしょうという感じではあるんですけども、まあこんな感じでね、買ってるんだけど、やっぱちょっとね、このラインナップだと自分の中では消化不良というかね、掘り方が足りないなという感じですよね。やっぱりもうなんか面白いものはね、どんどん市場から消えてますからね。値段かもうすぐ値段上がるしね、今ね。だからね、ちょっとやっぱ地方を掘りに行きたいな。余裕ないけどね。まあそんな感じで買ってますという、まあ単純にそういう報告動画でありました。はい。また今度ね、レコードもね、結構買ったやつ、あの、いろいろあるんでね、そういうのも紹介しようかなと思いますけど、まあ箸休め企画ってことで、今日はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。音楽ライターの池ちゃんでした。